島崎美奈美、お前の父親は間もなく死ぬ。世界的に名声を得たパティシエ、娘さんがいるのに余命宣告。ああ、なんたる悲劇。何やってるんですか。ここにいても意味がない。今の父は本当の父じゃないんだ。あの時の父の顔、今でも忘れられません。こんなやつ絶対に助けちゃダメでしょ。あの子がどれだけ苦しんできたと思ってるんですか。救うかどうかお前が決めるんだ。私どうしたらいいんだろう。苦しみから逃げるのはダメなことか。お前が生きたいように決めろ。